さあ皆さんこんにちは。すいません後ろから失礼いたします。すいません。さあ本日も2020明治安田生命 J1 リーグ第27節夢タウンスポンサードゲームサウレッチェ広島 VS 横浜 FC 戦にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ続いてのねプログラム始まっていくんですけども、改めて皆様にねお願いをしておきます。椅子に座られている方はもちろんねいらっしゃるんですけども、椅子に荷物を置いたまま今別の場所に行っている方々はですね、プログラム始まりますのでぜひとも着席していただいてしっかりと一緒に楽しんでいただきたいと思います。そしてお食事なんですけども、椅子に座ったままでのお食事はご遠慮いただいております。お食事をされる際は枠の外側で皆さんのソーシャルディスタンスを取った上でお食事を取ってください。椅子に座っては飲食の、ドリンクのみ、飲み物のみとなっておりますのでよろしくお願いいたします。さあそれではプログラム始めていきたいと思います。続いてのプログラムは昭和31年10月に発足し今年で65年目を迎えた海上自衛隊呉音楽隊の皆さんです。おととしは来場できず、去年は場内パレードのみだったため、なんとにぎわいステージは2017年以来3年ぶりの登場ということでございまして、今日はたっぷり40分間もう伝統の音をお楽しみいただきたいと思います。それではお願いします。皆さんこんにちは。あれ、なんかちょっと元気足りないみたいですね。
もう一丁言ってみましょう。こんにちは。こんにちは。元気なお返事ありがとうございます。本日はサンフレッチェ広島自衛隊祭り2020にようこそお越しくださいました。先ほどのステージですね、めちゃくちゃ盛り上がったんですけど、私たちも負けちゃいませんよ。どうぞお楽しみください。ここからの時間は私たち海上自衛隊クレオン楽隊の演奏をお楽しみください。指揮はクレオン楽隊長一等会石田博一です。そしてご案内役は私二等海曹竹中智則です。どうぞよろしくお願いいたします。さてオープニングはサンフレッチェ広島の選手入場で使用されるサンフレッチェ広島公式アンセムをお送りいたしました。続いては広島の応援歌として親しまれている曲をお送りいたしましょう。2002年、日本と韓国で行われた FIFA ワールドカップで日本代表の応援歌として親しまれていたイタリアの作曲家ヴェルディの歌劇アイダの凱旋行進曲、サッカーの応援歌としてよく歌われていますよね。皆さんご存知の勇ましいメロディーを、本日はサッカーが盛んな南米ブラジル発祥の軽快なサンバのリズムに乗せてお届けしましょう。それではお送りしましょう、アイダ。
長福田歩美、トランペット一等階層向井貞夫、ありがとうございました。アイダをお送りいたしました。さて、アイダに引き続きもう一曲、サッカーの応援歌をお送りいたしましょう。2006年ドイツで行われた FIFA ワールドカップで広く知られましたゴーウエスト、原曲はアメリカのビレッジピープルが歌うディスコミュージックですが、今ではサポーターの応援歌として世界中で親しまれていますね。今日試合する両チームの健闘を祈り、エールの気持ちを込めて演奏させていただきます。それでは参りましょう。ゴーウエスト。
トロンボンソロ二等階層道本和夫。ありがとうございました。ゴーウエストをお送りいたしました。続いてはキャラバンをお送りいたしましょう。皆さんキャラバンご存知ですか？いきなりなんですけど、キャラバンとは砂漠の中をラクダに荷物を乗せてずらっと列になって歩く商人のことを言います。さて、来たる2022年 FIFA ワールドカップの開催国、もちろんサッカーファンの皆さんご存知ですよね。あ、皆さんなんか視線をそらさん合わせてくれない人が多いんですけども、実はですね、中東のアラビア半島に位置しますカタールなんですね。ワールドカップまで少し先ではございますが、アラビア風でエキゾチックな音楽をお楽しみください。
ございました。キャラバンをお送りいたしました。時間が経つのは早いもので、私たちの演奏は次の曲でおしまいとなります。プロ音楽隊のステージラストを飾るのは、サッカーがお好きな皆さんにはおなじみの国の名前がタイトルになっているんですけれども、何の国なんですかね。わからん、わからん。無茶振りするなって感じなんですけどね。シナリオないこと言ったら後で怒られてしまうんですからね。正解を申し上げましょう。スペインです。ジャズの巨匠チック・コリアがスペインを訪れた際にインスパイアされて作曲されたもので、現在では情熱的なジャズのスタンダードナンバーとして多くのミュージシャンに演出をされています。クレ音楽隊の熱いサウンドをお楽しみください。それでは本日のラストナンバー、スペイン。
この後12時50分からスタジアムの中でパレードを行います。またあちらの自衛隊広報ブース、あちらと申します一番絞りさんの裏にあるんですけれども、自衛隊広報ブースではパネル展示を行っており、来ていただいた方には素敵なグッズのプレゼントもご用意しております。12時50分からのスタジアムのパレード、自衛隊広報ブース合わせてぜひお越しください。お待ちしております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今まして大きな大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、もう圧巻のパフォーマンスをしていただきました。海上自衛隊呉音楽隊の皆さんでございました。さあ、この後もですね、まだまだこちらのステージプログラム続いていきますので、ぜひともね、こちらで一緒に楽しんでいただきたいと思います。